ボルフガングは、神聖ローマ帝国の両方君主の一人。プファルツ系ビッテルスバッハ家坊系の出身で、プファルツツバイブリュックン公、プファルツノイブルク公、プファルツツバイブリュックン公、ルートビヒ二世とヘッセンホーハクビルヘルム一世の娘、エリーザベトの一人息子。父が死去した時は、まだ幼かったため、叔父のループレヒトが、後見人になり、1543年、 ループレヒトに、フェルデンツを譲って、プファルツ・フェルデンツ博とした。1557年、当園のプファルツ・ノイブルク公王とハインリヒの、プファルツ選定公継承に伴い、ノイブルク公爵位を譲られた。1566年には、オスマン帝国戦争へ出陣した。1569年、イングランド女王エリザベス一世の援助を受けて、ユグノー戦争で混乱している。 フランス王国へ出兵、ブルゴーニュを侵略したが反撃に遭い、戦死した。医療は5人の息子に分割された。1545年に、ヘッセンホーハク、フィリップの娘アンナと結婚、13人の子を設けたが、4人が溶接した。ありがとうございます。